12レース5号艇の宇佐美純選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小島は昨年の4月以来ということになりました。はい、今回は新エンジンになって輸出は一度あるものなんですけれども、その後2節がちょっと低調かなというエンジンだったんですが、全県、はい、乗ってみられてどうでしたか？まあちょっとあんまり良くなかったです。はい、はい、この特訓の段階ではまだ何もできず、そのまま練習に行った感じですか？ いやプロペラだけはちょっと叩いていきました、前回のベースにはい、前回のというのは、こそうです、そうです、よかったんで、試しに、まずプロペラを叩いてみて、その反応を見て、そうですねエンジン面も調整の方されてましたけれども、細かい部分。 まあそうですね、まあ、いつも通りやってどうかなっていうところをこれはもう新エンジンとか関わらずいつも通り全検日作業してそしてプロペラ合わせてとそうですねまずはまあそこからやっていこうかなと思いますちょっとこの班の中では少し差があるかなという全検タイムで割ったんですがそこをあそうですかあんまり見てないんでい、はい、ぐっとどのぐらい縮められるかですね。 まあ、そうですね。はい、はい、小島は2連続輸出中で相性はいいですから、しっかりと合わせて。まあそうですね。はい、はい、では一説管理局の意気込みの方お願いします。そうですね。一生懸命頑張ります。